レンタル彼氏の予約完了。どんな人が来るんだろうな。楽しみだな。やっぱ最近寂しいからな。こういうのが私の生きがい。あれ？来た？はい！どうも、こんにちは。失礼いたします。すいません。本日はどうもありがとうございます。お邪魔します。ちょっと待って。いいえ、もう僕は止められないよ。ちょっと待って。ちょっと待って。どうされました？はい。私が頼んだレンタル彼氏の方ですか？はい。レンタル彼氏 .com から参りました、ルキアです。よろしくお願いいたします。チェンジでお願いしそまれです。は入らせていただきます。チェンジお邪魔で。します。いや、ちょっと。ちょっととても綺麗な部屋だね。いや、ルキアさん、どうした？チェンジってできますか？させないよ。え？まだ、させないよ。まだ？もう少し楽しもうよ。ゆうこさんだよね。はい。OK。じゃあ、今から敬語は禁止。OK？ なんで髪型オールバックなんだ？よし、約束だ。はい、約束。大丈夫。約束、約束、約束。はい。大丈夫。お願い。はい。指切り減満、敬語を使って。許さない。ハグするぞ。うわ。ひとときのお別れって。なんでオールバック？嬉しいな。ゆうこって呼ばせてもらうね。ゆうこは、生まれて何年？生まれて25年かな。ありがとう、神様。ありがとう、神様。ゆうこをこの世に誕生させてくれてありがとう、神様。ルキアさんは？ ねえ、どういう意味？そっか、タメ口使わないといけないんだ。じゃあ、ルキアは？ハグだ。やめましょう。まだそんな気分になれないか。ずっと気持ち悪いじゃん。何 よし。僕は、この星に生まれて40年。40？ 40。40？ そう。少し年上だけど、年上はどいや、嫌じゃないけど、う？けどルキア、チェンジで。本当に綺麗にしてるね。めっちゃ無視するじゃん、結も構うさ。掃除はするの？まあ、一通りはね。そうなんだ。いや、あんまうろちょろしないで。かわいい。星だ。星の飾り付け。ロマンチックだね。夜になるとね、光るからね。開け方なんか嫌だな。見て、ゆうこ、見て、メガドンキ。だから何？ねえ、メガドンキがある。見て、何ができるんだろう、そこには。マンションかな。何かできるんじゃない？もしそこにマンションができたら、一緒に住もうよ。ちょっと座って。なんか締め方やだな。ねえ、これつけていい？ロマンチックになった。この子は背が小さいね。はい。ボブぐらいボブ。あそのライトだから。で、ゆうこはさ、うん。何人家族？私は4人家族。4人家族か。
当てさせて。お兄ちゃん、お姉ちゃん、弟、妹。全部当てはまるじゃない。これで、笑ってくれなかったのは、君が初めて。え、それでみんな笑ってたの？うん。本当に？こんなことを言うのもなんだけど、この前、違う彼女のとこに行ったんだ。うん。言うこと、また別の彼女のとこ。で、仕事だもんね。これ、本当に、本当に面白いんだけど。え、そんなに？あの、この前、うん、僕が、あの、部屋行ったのね。うん。で、ピンポンって押してさ、で、誰も出てこないの。うんうん。誰も出てこなくて、うん、で、でも、人がいる気配がすんの。足音とか聞こえるし、うん、で、ピンポンって言って、すごい、なんか、覗いてる感じもあんの。ああ、そうなんだ。この穴からさ、ドアの穴から覗いてるなーっていうのは分かったんだ、感覚的に。で、僕からも、こっちから覗いちゃえと思って、こう覗いたんだ。そしたら目と目があって。で、あっちもびっくりしてた。うん。で、うん、あまりにも出てこないから、そこのね、管理人さんに聞いたんだ。あそこの部屋なんですけど、今、いらっしゃらないんですかって聞いたら、あそこ、誰も住んでませんよ。だって。最悪な弱いエピソード持ち込まれた。あ、ルキア。いやルキア。夏だね。ルキア。もう帰ってもらっていいかな。じゃあ何する？ん、なんで無視するの？映画見る。映画見ない。デート行く？デートも行かない。じゃあまったりする？一番しないかな。まったりは。ん？あ。ん？ああ、あの人も、あの人もに言うか。どの人も。あの、レンタルドットコム。レンタルドットコム、以前にも使っていただいた？うん、一回。ああ、うん。え、その匂いでわかるの？あの人の匂いで。えぇ？うん。あの、多分僕が思ってるあの人が前回来たんだと思う。そうなのかな？角刈りの人だよね。ああ、確かにそうだったかも。そうそうそう。で、あ、もう匂いがすごい染みついちゃってるよ。じゃあルキア、もう今日は終わりで、お会計で。ルキア、ちょっとねえ、怖っ。え、目を開けても閉じてもどっちでもしんどいな、この人。ルキア、チェンジで。ごめんなさい。どういうことなのかわかんないけど。まあ。やめて。それ本当のカップルがやるやつだから。ねえ、どうしたのとか言われてほしいってこと？私、ルキアにはやんないよ、それ。振り返りざま、キモ？振り返りざま、キモ？うわ、怖はぁ、なんか言うことだったらさ、会話がなくても、すごい楽な気持ちで言える。私、楽じゃないよ。運命かもしれないね。運命じゃないよ。ゆうこ。ねえ、ゆうこ。ルキア、帰って、今日は。今さ、キモいなーって思ったよね。
キモいなって思ったでしょう。え、思ったけど、え、うゆうこ、キモいなって思ったでしょう。え、自分で分かってるの？分かってるよ。分かってんのならもっと攻め方あると思うよ。十分承知の上。よく言われるから。キモいねって。あ、そうなんだ。そうそう言われる。あ、分かってるみたいでよかった。でもさ、そんなんでくじけてちゃこの仕事続かないってわけ。なんか深い気するけど、仕事変えた方がいいんじゃない？うん。変えようとしたさ、何度もね。そうなんだ。うん。無理だよ。一度この幸せを味わったらさ。ピークないでしょ、あなた多分。うん、そうだね。チェンジされなかったことは一度もない。やめちまいな。ルキはチェンジで。ごめんなさい、本当に。オッケー。そっか。慣れてるんだもんね。うん、今日もダメか。うん。ありがとうございました。すみません、失礼いたします。はい、この後チェンジということで、はい、また新たな彼氏を呼ばせていただきます。はい。どういう系がいいとかありますか？あ、もうとりあえずルキア以外がいいから。ちなみにおすすめは爽やか系です。ああ、もうとりあえずでもルキア以外がいいからフリーで大丈夫。あ、フリーで一番安いコースで。うん、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ちょっとへこんでるじゃん。失礼いたします。はい、じゃあ待ってます。チェンジの人、ありがとうございました。はい、また変な人来たじゃん。もう最悪。やっぱダメなのかな、レンタル彼氏って。まあ次の人に期待しよう。もう来た。てか、インターホンあるのになんでノックなの？はい。あ、はい。あ、え、あ、あ、あ、チェンジでお願いします。な、あ、いや、聞いてください。ちょっと待って、話聞いてください。チェンジで。レンタル彼氏 .com から来ました。拓也です。デブレゲー系の、はい、拓也です。あ、チェンジで。え、ちょっと待って、え、結婚してんの？はい。よろしくお願いします。なおさら無理ですよ。チェンジ？チェンジで。あ、じゃあ3000円。キャンセル代。え、なんで？キャンセル代3000円なんで、うちは。もしあれでしたら、一緒に、SNS 一緒にムービー撮ってもらったら、1000円割引。いやです。じゃあ、わかりました。いや、3000円払います。それ映しちゃダメじゃない？チェンジで3000円じゃあ、はい。はい。ヤーマン！はい。また、お願いします。違うところに頼む。え？うわ、なんか来た。え？うわ。ジェラードチャンネルだ。押しとーる。なんだあいつ。